ございます。今日は2日目の朝で、ちょっとシャンパーニュ・アルデンヌの街を少し散歩します。中には今たけしさんが、いて、ちょっとパソコンいじってるので、私ちょっと一人で行きます。今泊まってるところがこの宿なんですけど、すごい広い宿に、今日まで私は一人で泊まって、明日もう一人、シャンパニューのグループの方が合流するので二人で泊まります。二人とはいえ全然もう大きい家なので、部屋はめちゃくちゃ余っております。はい、ではちょっと今もここはレストランがある。やってるのかどうなの、ちょっと今の時点ではわからない。でも素敵なレストランです。そして日差しが強くて、あ、すごい教会の鐘が鳴ってますね。いやー気持ちいい。日差しが強いので、私すっぴんできたので、車乗ってる時に右半分の顔が真っ赤に、日焼けをしてしまいました。ちょっと登ってみましょう。確か この道から車で来てて、途中、ごめんなさい、ここ教会ですね、教会かな、エグリーズ教会です。確かこっち、こっから来てて、牛と馬とかすごくたくさんいた場所があったんですけども、あんまり行くとちょっと迷子になりそうなので、どっちだったろう、多分こっち。やっぱりヨーロッパはすごい空気が澄んでるので、緑が本当に綺麗で、綺麗ですね。建物もすごいな。でまさに私も田舎町、本当の田舎町に来るのは初めてで、いやすごく静かですね。やっぱり見えるかな、猫がいる置物ですが、すごい静かで、もう夜の8時ぐらいにはもう本当に静かで、人がいるのかっていうぐらい静かです。でただ今サマータイムかな、なのでまだ9時ぐらいまでは明るいですね。とはいえ静か。すごい静かですね。いや、もうちょっと行きたいんですけど、で、これが通りを意味する、看板ですね。車が通
通ってる場所に来ましたね。いやー、本当いい天気だ。あ、うん、こっから来たんだな。あ、教会のまた鐘が鳴ってますね。人発見あまり人がいないんですけど、何をやってるかな。いやー、のどかです。すごいのどか。こっち来ると行き止まりかな。あ、人がいますね。ボンジュー、ボンジュー。フランスだと、まあ、知らない人でもこうやって挨拶を交わしますね。あ、こっから通れそう。あの教会がちょっと目印になるので、私たちが住んでる宿分かりやすい。すごい分かりやすい。おー、すごい。こっちはね、さっきたけしさんが言ってたんですけど、4度だかな、言ってたかな。寒いですね、ちょっと。でも日差しが強いので、やっぱり日差しに当たってると、すごい、なんだろうな、暖かく感じる。日差しは強いですね。これぞ田舎。私も5回目のフランスですけど、こんな本当の、なんて言うんでしょうね、田舎町に来たのはもう初めてなんですが、いやー、ここがもし本当日本の方たちが来たらすごくいいだろうなと本当思いますので、後ほどはちょっと部屋をもう一度ね、紹介できたらと思うんですけども、私どこだったかな、どっかの通りがすごい気になってて、あ、また誰かな。ここは教会ですね。ボンジュー。すごい見られるやっぱりたけしさんに言うと、アジア人の方はやっぱり見ないのかな、いないかな。あ、戻ってきました。そう、このレストラン目印ですね。
そう、私気になってた通りここだ。ちょっと行きたいけど、多分ひたすらあの緑の道をひたすらまっすぐっていう感じですね。ちょっとここはまた今度にしますね。とりあえず戻ろう。いや、天気がいい、天気がいいです。はい、着きました。私たちが今、泊まってる宿、ジットですね。かわいい、かわいい。